はじめまして日本の鉄鋼業界の見通しって暗いのでしょうか、えー、中国の安価で大量製造日本の CO2 査研制約若い人を肉体労働離れなどニュースでも暗いものをよく見にします10年先20年先を見据えたら衰退していくものなのかそこにとどまり続けたりなのかわからなくなっていますよくせのご意見をねぜひお願いしますえっとあの鉄鋼業界という意味でいくとそのあのあ三菱重工がなくなることはないと思うんですよね いやそのあの製鉄業自体が日本から消滅するということはないと思うんですけどなんかあのポスコがあの特許を韓国として裁判やっててなんか一応買ったっぽいのでなのであのそこら辺でも一応あのなんかあの特殊なあの特殊鉄鋼の製造技術とか特許を持っているところっていうのは、まあ、それなりに需要は残り続けるとは思うんですけども。 ただその儲かるかるっていうと結構厳しいんですよねで結局その中国があの安かろう悪かろうではあるんですけどその要はあのその特殊なもので高付加価値のものであれば別に中国じゃないところでもできるんですけどそうじゃないところは全部中国が持ってくるよねっていう状態になっちゃっててであの最近あの物流あの要は送料が高い問題っていうのがなぜ起きるかっていうのを突き詰めるとあの中国がめっちゃ儲けてるからっていうのになったりするんですよね。 あのまあなんで中国がめっちゃ儲けてるかっていうとあのまあコロナ禍もあってその物流が割とこう滞りがちになってでコンテナっていうのをまああの世界中みんな中国から仕入れてたんですけど中国がこのタイミングでコンテナの値段めちゃくちゃゃく上げたんですよね。<laughs> みんな欲しいんだよじゃあこれ値段上げるわって言っててでなんで中国がそれできたかっていうとその前って世界中の国でコンテナ作ってたんですけどもう全然儲かんなかったんですよ。 要はそのコンテナってあの企画化された鉄の箱なんで世界中どの国で作っても同じような性能なものなんですよ要はあの同じような性能になるようなものを世界中で作ってるので、まあ、どの国で作っても同じ性能だよねってなると人件費の高い国で作って儲かないよねって言ってもう中国以外のアメリカとか日本とかはもうコンテナ作るのやめちゃったんですよで中国は細々とずっと作り続けたんですよ儲かんないけど。 でそのコロナ禍もあってさあコンテナ必要だっていう時にコンテナの数絞りますってやってめっちゃ高くしますっていうのをやったりして、ね、今儲けてるっていうんですけどっそれが何でできたかっていうともう鉄鋼業界儲からないからなんですよ。なのでその今後も多分その構造は変わらなくてその特殊なやつ以外は基本的にはもうその鉄鋼業で利益を先進国が上げるっていうのはかなり難しいんじゃないかなと思います。 で結局その日本の三菱重工みたいなところもその中国と提携したりでそのあの要は三菱重工の技術を使った工場を中国で作ってでそこであの共同で作ってそれを売るみたいにやってるんですけど、まあ、多分時間の問題で技術パクられるんですよね。 あの、Windows、のウウンドドズソーースコードは公開したんだっけな,なんかその中国でそのあのあコンピューターソフトウェアを売るのであればソースコードをその国の国中国政府にあの開示しなければならないみたいな法律があってで確かソースコード公開したと思うんですけどで多分その鉄鋼業とかでもそこら辺のそのノウハウだったりっていうのも多分盗まれて終わるんじゃないかなと思いますけどあとあの知り合いのあのフィギュア屋さんの工場の話で前にも言ったかもしれないですけどあの知り合いのフィギュア屋さんがそのまあ ちゃんと精度の高いその可愛いきちんとしたフィギュアを作る技術っていうのをその日本人の職人さんが中国の職人さんに教えてでそこで中国の職人さんがある程度で,できるようになると次にその中国人が隣の土地に同じような工場を建てて求人をするんですけどこの工場の社員証を持っている人は月給1.5倍で雇いますっていう求人を出すんですよ。 ですかでその一生懸命育てたその技術力のある中国人がみんなこっちの工場で働くようになるんですよ。っていうのでこっちの人たちは教育コストを一切かけなくてもよくてあのそれなりの,あの熟練の技術者が手に入ってでさらにこっちの型をパクってくるんですよ。 要はあのスタッフが「お前あの型パクったら20万円やるよ」って言われるとまあ型パクるじゃないですか。なのでパクった型で全く同じスタッフが作ってるから全く同じクオリティのものができるんですよ。でそれが市場に出るともう一般の人は本物か偽物か分かんないですよ。だって偽物も本物と同じ型で本物と同じ職人が作ってるんだもん。っていうのが起きるのでその中国に技術を動かす時点でもう微妙だよねと思うんですけどただまあそのもう日本の人件費では物作れないので長期的にはしょうがないよねと思ってます、は。い